タンザニア、タンザニア連合共和国、通称タンザニアは、東アフリカに位置する共和制国家で、イギリス連邦加盟国である。ケニア、ウガンダ、ルワンダ、ブルンジ、ザンビア、マラウイ、モザンビークと国境を接し、タンガニーカ古代岸には、コンゴ民主共和国があり、また、インド洋に面する。1996年に、立法府の議事堂が、 法律上の新首とドドマに移転されたが、その他の政府官庁は、旧首とダルエスサラームにある。東アフリカ大陸部のタンガニーカとインド洋島所部のザンジバルから構成され、ザンジバルは中央政府から強い自治権を確保したザンジバル革命政府によって統治されている。また、アフリカでも、有数の大自然に恵まれ、文化的にもスワヒリ合国語とし、 アフリカ在来の言語が大きな役割を果たしている数少ない国家である。正式名称は、スワヒリ語で、ハベリーやムーンガノはタンザニア、ジャムフリーやムーンガノはタンザニア。英語で、ユナイテッド・リパブリック・オブ・タンザニア、ユナイテッド・リパブリック・オブ・タンザニア。通称、タンザニア、タンザニア。日本語の表記は、タンザニア連合共和国。通称、タンザニア。 漢字表記はロシソーニや。国名はタンザニアを構成するために併合したタンガニーカ、タンガニイカとザンジバル、ザンジバルの名前に、かつてアフリカ南部で栄えたアザニアの名前を複合して1964年に命名された。250から200万年前にホモハビリスが現在のタンザニアに相当する地域、北部のオルドバイ共国に存在していたことが、 ルイスリーキー博士によって確認されている。紀元前10世紀頃に、現在のカメルーンに相当する地域から、バントゥー系民族がタンザニアの森林部に移住した。他方、7世紀にアラビア半島でイスラーム教が成立した後、アラブ人やペルシア人が、東アフリカのインド洋沿岸部に渡来し、スワヒリ文明を築き上げた。 10世紀頃から16世紀初頭にかけて、タンザニアには、キルワ島やマフィア島、バガモヨなどのスワヒリ都市が栄えた。1498年に、ポルトガル王国の公海者、バスコ・ダ・ガマが、インド航路を開拓し、インド洋における、ポルトガルの派遣が始まった。ポルトガルは1505年に、キルワ王国を滅ぼした後、東アフリカの各地を制圧した。 アラブ勢力の拡大に伴って、ポルトガル勢力はオマーンによって六百九十八年に、現在のタンザニア領から駆逐され、南方のモザンビーク島にまで撤退した。その後十九世紀に入ると、ノサイード・サイード王が、在地のマズル池から、島所部と沿岸地方を自らの勢力圏に置いた後、八百三十年代にザンジバルに王宮ストーンタウンを建設し、 帝国の本拠地を移した。1856年に、サイード・サイード王が死亡した後、本国のオマーン・スルタン国とは別に、サイード・マージドが、ザンジバルのスルタンに即位すると、ザンジバル・スルタン国、1856年から1964年が成立し、引き続きクローブなどの香辛料の交易や奴隷貿易で栄え、 この時代にザンジバルは東アフリカ最大の奴隷市場となった。19世紀後半にはザンジバル出身のスワヒリ商人ティップティップが現在のコンゴ民主共和国東部に相当するタンガニーカコにまで勢力を伸ばし内陸地域のスワヒリ語の普及の一員となった。彼はデイビッド・リビングストンやヘンリー・モートン・スタンリーの探検も助けた。1880年代に アフリカ分割が始まると、カール・ペータースの活動によって1885年に、大陸部に、ドイツ東アフリカ会社の植民地が認可された、ドイツ領東アフリカ。19世紀後半から、インド洋に進出していたイギリスは、1890年7月1日に、ドイツとヘルゴランドイコール、ザンジバル条約を締結し、ザンジバル領のうち、沿岸地方はドイツが獲得し、 当初部のザンジバルをイギリスの保護国とした。1890年に保護国となったザンジバルスルタン国は、政変に伴う1896年のイギリスとの戦争でイギリスに一方的に敗北し、保護国家当初のザンジバルへの内政不干渉の原則は保護にされ、以後ザンジバルではイギリスによる行政が進んだ。一方、大陸部のタンガニーカでは、 ベータースの植民地会社は、沿岸地方で発生したアブジリの反乱の鎮圧に、手こずり、会社による統治は不可能と判断され、本国ドイツから総督の派遣を受ける統治形態へと変わった。19世紀末、領域内部には部族国家が複数存在しており、中でもルブマ州の尊厳あるアフムバの率いるんごに属と、イリンガ州のムクワワ・リツ・イルガに大勢力であったが、相争っていたため、 数年がかりで、格好制圧されていった。しかしながら、指導者ムクワワが率いるとのゲリラ戦、1891年から1898年は長期化した。1905年の霊媒師、金石タイルングウェイルが主導する、まじまじ反乱は、ムゴニ族も呼応して、最大の反乱となったが、ヘヘ族が、ドイツ側について、部族の垣根を越えることはできず、 徹底的に地圧された。この反乱を受けて、ドイツは、統治政策の見直しを行うこととなった。沿岸部から、タンガニーカ湖までを結ぶ、鉄道、現在のは、1905年に、ダルエスサラームを起点に着工し、1914年には、終点気駒に到達して完成した。1914年に第一次世界大戦が、勃発すると、東アフリカ戦線では、 パウル・フォン・レッドイコール・フォルベック将軍率いる現地人兵士、アスカリを中心としたゲリラ部隊がイギリス軍などを相手に本国の幸福島で抗戦を行った。第一次世界大戦がドイツの敗北で終結したことによりドイツ領東、アフリカは解体され、大半はイギリスの委任統治領単外以下となり、東北部のルワンダイコール・ウルンディはベルギーの委任統治領となった。 イギリスは東アフリカで4地域、ウガンダ、ケニア、タンガニーカ、ザンジバルを支配することとなり、これらには関税同盟が敷かれ、に変えて共通通貨が導入された。中央鉄道には複数の支線が付設され、その一つはビクトリア湖のムワンザにまで延長された。1939年に第二次世界大戦が勃発すると、 イギリス領だった東アフリカ地域からは28万人が動員され、タンガニーカからは8万7千人が出生した。東アフリカ部隊はで、イタリア軍とビルマ戦線で日本軍との戦いを繰り広げ、インパール作戦で日本軍が退治したイギリス軍には多くのアフリカ人のアスカリが存在した。第二次世界大戦後、世界的な脱植民地化の潮流の中で、 パヌが次第に支持を集め、1961年12月9日に大陸側のタンガニーカがイギリスの合意のもと平和的に独立した。1963年にはザンジバル王国も主権を獲得して独立した。しかし、翌1964年1月にザンジバルで革命が勃発すると国王は亡命し、アラブ人排斥の流血の事態の中で、 ザンジバル人民共和国が成立した。その後、ザンジバルでの政変を経て、ニエレレの反アフリカ主義の精神のもとで、両国は連合し、1964年4月26日に、タンガニーカザンジバル連合共和国が成立した。同年10月29日、この国家連合は、両国の名称とかつてこの地域で栄えたの名称を複合し、タンザニア連合共和国と解消した。 独立後、連合共和国の初代大統領となったジュリウス・ニエレレは、内政面ではスワヒリ語を国語とし、1967年の発令以後は社会主義の建設を目指し、と呼ばれるコンセプトに基づいたアフリカ社会主義を採用したウジャマー社会主義。対外的には、東アフリカ諸国王に統合する構想を掲げ、アルーシャを本部とする東アフリカ共同体。 第一次を作り、南アフリカ共和国のアパルトヘイト政権や、ローデシアの大白人少数派支配に対抗する最前線として、ザンビアやボツワナと FLS を結成して逃げれれば、初代議長を務め、ローデシアや南アフリカ共和国からの経済的な自立を図る、炭山鉄道の建設などを通じて中華、人民共和国との関係を深め、ポルトガルとも敵対し、 1964年に、モザンビーク独立戦争が始まると、エドワルド・モンドラーネ議長の指導する、モザンビーク解放戦線、フレディモを支援し、解放区を提供した。この時期にタンザニアは、フレディモのみならず、ナミビアの南西アフリカ人民機構、スワポやジンバブへの、ZANU を支援している。1971年に、ミルトン・オボテが、 イディアミンのクーデターによって追放されて、以来、オボテをかくまったタンザニアは、隣国ウガンダとは、対立が続いた。1977年に、それまで別組織だったタムとアスプが統合し、タンザニア革命党が成立し、国内でも一党制に移行した。1978年に、それまで対立していた、ウガンダのアミン大統領がタンザニアに侵攻すると、 これを撃退し、タンザニア軍は、ウガンダの首都カンパラを攻略して、アミン失脚の一員となった、ウガンダ・タンザニア戦争。こうした政策によってタンザニアは、アフリカ内外で、第三世界を指導する国家の一角としての信望を集めたが、その一方で1970年代に入ると、 親西側的なケニアのジョモケにあったとの対立で、自らの理想を体現した東アフリカ共同体は消滅し、干ばつによる農業の衰退や、ウジャマー村の建設の失敗が各地で報告され、経済面でウジャマー社会主義の失敗が明らかになった。1980年代に入ると、第二次石油危機の影響もあって、経済の衰退は深刻化し、 日用品や飲料水の不足に起因する国民の不満が高まる中、1985年11月にニエレレは引退を発表した。後任には与党タンザニア革命党からザンジバル出身のアリハッサン・ムウィニが就任し、ムウィニの下で IMF の勧告を受け入れるなど、経済の自由化が進められ、また複数政党制が認められて民主化が行われた。 1995年に就任したベンジャミン・ウィリアム、ムカパ大統領の時代には、1994年に民主化した南アフリカ共和国からの投資が盛んに行われ、経済は復興を遂げた。1998年8月7日には、アルカイダによって、首都ダルエス・サラームの中タンザニア・アメリカ合衆国大使館が攻撃される、アメリカ大使館爆破事件が発生した。 2005年には、ジャカヤ・キクウエテが大統領に就任し、2015年には、ジョン・マグ・フリが大統領に就任した。タンザニアは、共和制、大統領制を国家体制とする、立憲国家である。現行憲法は、1977年4月25日に、制定、1984年10月に、大幅改正されたもの。タンザニア政治の特徴として、 他のアフリカ諸国に多く見られる特定部族による政権の独占や民族による投票行動が見られないことが挙げられる。これは国内に特別大きな民族グループが存在しないことスワヒリ語による初等教育と教育プログラムに盛り込まれた反タンザニア史などを通じてタンザニア人としてのアイデンティティ喪失に成功したこと初代大統領ニエレレが ウジャマー社会主義建設の過程で旧来の地方組織を解体したこと、複数政党制導入時に民族を基盤とした政党結成が禁じられたことなどが理由となっている。国家元首である大統領は国民の直接選挙により選出され、任期は5年。参戦は禁止されている。首相及び閣僚は大統領により任命されるが、閣僚は国民議会議員でなければならない。 現在は2015年10月に与党新人で選出されたジョン・マグフリ大統領。立法府は一員制で、正式名称は国民議会。定数は393議席で、うち264議席は国民の直接選挙枠、うち50議席はザンジバル5州内の選挙区より、選出、113議席は大統領が任命する。 女性議員枠5議席はザンジバル革命議会議員の枠である。議員の任期は5年である。1992年以来、タンザニアでは複数政党制が認められているが、タンザニア革命党 CCM による政権が独立以来続いている。その他の政党の勢力は脆弱だが、市民統一戦線、空布と民主進歩党、チャデマが比較的有力である。 連合共和国政府とは別に、ザンジバルには独自の自治政府である。ザンジバル革命政府及び議会が存在し、ザンジバルの内政を担っている。統治権が及ぶのは、ザンジバル党の3州、及び、ペンバ党の2州である。ザンジバル大統領は、ザンジバル住民の直接選挙で選出され、任期は5年である。ザンジバル議会は一員制で、定数81議席。 議員の任期は5年で、81議席中50議席は、ザンジバル住民の直接選挙により選出される。2015年現在のザンジバル大統領は、タンザニア革命党、CCM のリーマ・ハミド社員、強力な自治政府であり、大陸からザンジバル島に渡る場合でも、入国管理手続きが存在する。タンガニ以カの独自政府は存在しない。一方で、 ザンジバルにおいては、首都のあるウングジャ島とペンバ島の間に対立がある。ペンバ島はザンジバル革命の時に旧政権側を支持したため、革命政権によって礼遇を受けた。この対立は民主化後でも続いており、ウングジャ島でタンザニア革命党が強い一方、ペンバ島はタンザニア最大野党、市民統一戦線の地盤となっている。ザンジバル経済はペンバ島で、 主に栽培されるクローブの輸出を柱としているため、経済面での貢献に比して、ペンバ島が政治面で礼遇を受けていることがさらにこの対立を増幅している。タンザニア人民防衛軍は陸軍、海軍、空軍の三軍から構成され、総人員は約2万7千人である。平成は主眼性を採用している。二千五年には GDP のントが、 軍事に支出された。独立以来、ニエレレ大統領の下で、第三世界外交が実践され、特にソビエト連邦よりも中華人民共和国との友好関係が築かれた。ザンビアからタンザニアに至る、タンザン鉄道やタンザニア海軍基地なども、中国の援助によって建設され、中国の支援でできたで、タンザニア革命党も設立された。 もともと営養東アフリカ植民地として、同一の政府機構の下にあった、ウガンダやケニアとは、独立時から東アフリカ共同駅務機構を設立しており、アルーシャに事務局を置く東アフリカ共同体、第一次の名手でもあったが、1977年にケニアと結立して、東アフリカ共同体は、解体、1978年には、ウガンダ・タンザニア戦争も起きた。 その後、2001年に東アフリカ共同体はアルーシャで再結成され、再び協力体制が構築された。また、SADCC の設立経緯から、他の東アフリカ諸国は加盟していない南部、アフリカ開発共同体、サドックの一員でもある。タンザニアの面積 945,087km は世界31位の広さで、 エジプトに続き、ナイジェリアとほぼ等しい。北東部に、アフリカ最高峰のキリマンジャロ山、5895メートル、があり、北部に、アフリカ第一のビクトリア湖、西部に、アフリカで最も深いダンガニーカ湖がある。この南のニアサ湖を含め、アフリカ三大湖が存在する。これらは、アフリカ第一交代が形成したものである。中部には高原が広がる。 東部海岸は蒸し暑い気候でザンジバル島、ウングジャ島がすぐ沖合にある。気候は国土の大半がサバナ気候に属し、中央部がステップ気候、南部と北部の高原部が温暖陶気小気候である。降水量は海岸部やビクトリア湖岸、キリマンジャロ周辺では1000ミリメートルを超えるが、内陸部では500ミリメートル程度のところが多い。植生は海岸部に 熱帯反落溶鉱雨林が内陸部にミヨンボ、またはミヨンボと呼ばれる熱帯紅葉海鳥乾燥林が広がっている。生態学上貴重な野生公園が数多くある。北の有名南ゴロンゴロ保全地域とセレンゲティ、国立公園、そして南にセルース領住保護区と三ミ国ミ国立公園、西のゴンベ国立公園はジェーン・グドール博士がチンパンジーを研究したところである。 タンザニア政府観光省は南西部、ルクは地域にあるカランボ滝を観光拠点にしようと努めている。この滝はタンガニーカ湖南端にあり、アフリカ第二の規模である。タンザニア連合共和国はタンガニーカの25州、ザンジバルの5州、ウングジャ島3州、ペンバ島2州からなる。1980年代中盤までタンザニアは、 ジュリアス・ニエレレ大統領のカウジャマー社会主義を標榜し、ウジャマー村と呼ばれる集団農場を中心とした社会主義経済を目指していた。しかし、旧来の社会制度を全く無視したこの方式は失敗に終わり、生活必需品の供給すら滞る状態となった。1985年にニエレレの後を継いだアリハッサンムイニ大統領は IMF の勧告を受け入れ、 貿易制限の緩和などを行い自由経済へと舵を切った。以後タンザニア経済は緩やかに回復へと向かい、1995年に就任したベンジャミン・ムカッパ大統領の言った国営企業の民営化など政府セクターの民間への移動と南アフリカ共和国などからの投資の拡大により、1995年から2005年までの経済成長率は平均5%を記録した。 タンザニア経済は農業に立脚しており、GDP の半分以上、輸出の80%、雇用の85%は農業によってもたらされている。キリマンジャロ、コーヒーは上質のコーヒーとして世界中で愛好される主要輸出品である。他に茶が栽培される。ビクトリア湖周辺では、漁業と綿花栽培を中心とした農業が盛んに行われている。 ビクトリア湖で捕獲されるナイルパーチ、スズキに食感が似た淡水魚は加工され世界各地に輸出されている。他にカシューナッツなども主要輸出品となっている。一方、ザンジバル経済の根幹を成しているのがクローブの栽培である。19世紀半ばにオマーンのサイードサイードによって始められたクローブ栽培は2015年現在では ザンジバルの主要な輸出品となっている。ザンジバルのクローブの90%はペンバ島で栽培されている。工業では宝石のタンザナイトを産出することで有名である。金はアフリカではナンア、ガーナに次ぐ産出がある。また、ブルンジと同様、超炎規制岩に伴うエヌアイプジア鉱床が存在し、ニッケルコバルと銅が採掘されている。また、 南部海域のガス田から天然ガスが生産され、ダルエスサラームと地方での発電に使われている。しかし、タンザニアの電力の多くは水力発電によってまかなわれているため、干ばつの影響を受けやすく、水不足が電力不足に直結する。タンザニアの観光業は成長を続けている。タンザニアにおける観光業は GDP の17.5%を占め、 外貨収入の25%を占めており、金の輸出に次いで第2位の外貨獲得産業となっている。2004年にタンザニアに入国した観光客数は58万3千人であり、1995年の2倍に達した。さらに2016年には観光客数は128万4279人となっており、増加の一途をたどっている。観光客の目的は、 んごろんごろ保全地域やセレンゲティ国立公園などでのサファリ、キリマンジャロへの登山、ザンジバル島のストーンタウンなど歴史遺産やザンジバルでのビーチリゾートなど多岐にわたっている。交通網はあまり発達しておらず、輸送インフラも貧弱である。国内道路の内九州とダルエスサラームからキリマンジャロ山麓のアルーシャまでは、舗装道路が通じているものの、他は未舗装の悪路である部分も多い。 鉄道は、タンザニア中央鉄道とタンザン鉄道の2社があり、前者は、ダルエスサラームから北へ向かいタンガやアルーシャを結ぶ路線と、西へ向かい首都、ドドマ、タボラを通って、タンガニーカ湖畔の木駒へ向かう路線、タボラから北へ向かい、ビクトリア湖畔のムワンザへと向かう3路線を運行している。後者は1976年に建設され、ダルエスサラームから南西へ向かい、 マラウイ国境近くのムベヤを通って、ザンビア領のカピリムポシまでを結んでいる。水運はタンガニーカとザンジバルカンで活発であるほか、ビクトリア湖やタンガニーカ湖に国際フェリーが就航しており、ケニアやウガンダ、コンゴ民主共和国とを結んでいる。沿岸では未だにダウ船での輸送も行われている。空運はかつて国営のタンザニア航空の独占であったが、 自由化により、中小の航空会社が多く設立されるようになった。バントゥー系黒人が国民の95%を占め、タンガニー以下では99%がアフリカ系国人であり、1%ほどのヨーロッパ系、アラブ系、インド系の市民が存在する。ザンジバルではアラブ人、アフリカ系黒人の他に、両者の根血が存在する。また、アフリカ系黒人は、 ザンジバル原住民と大陸からの移住民に分かれ、ザンジバル原住民はイランのシーラーズからの移民の子孫であるとして、シラジと名乗り、根結民も含めて一つの民族としてのアイデンティティを持つ。主な民族はニャムウエジ人、チャガ人、マコンデ族などである。それ以外にはトングエ族などが存在する。言語はスワヒリ語と英語が公用語である。スワヒリ語は 国語の扱いを受けており、1960年のタンガニーカ独立時にはすでに公用語に指定されていた。これは、旧宗詩国の言語をそのまま、公用語に指定した他のアフリカ諸国とは大きく異なる点である。1961年のザンジバルとの連合後、スワヒリゴボゴワ社がほとんどを占めるザンジバルを加えた、ことでこの政策はより推進されることとなった。 1967年のウジャマー社会主義政策の採用以来、スワヒリ語の近代言語化や教育による普及が進められた。タンザニア憲法はスワヒリ語で書かれており、大衆文化の中でもテレビやラジオ、ポピュラー音楽などで用いられ、タンザニアにおいてスワヒリ語は国民統合のための言語としての地位を与えられている。その結果、タンザニアでは 国民のほぼ100%がスワヒリ語を介するとされ、国家内で同一の言語が通じることは、タンザニアの正常安定に大きく貢献しているとされる。一方で、スワヒリ語での教育は、初等教育に限られ、中等教育以降へのスワヒリ語導入は進んでいない。2015年には、タンザニア政府は、中等教育以降においても、教授言語を英語から、 スワヒリ語へ転換する政策を表明し、実現されれば、サブサハラアフリカでは、初の試みとなる。宗教は、タンガニーカでは、キリスト教が30%、イスラム教が35%、伝統的宗教が35%である。ザンジバルではほぼ100%が、イスラム教である。学生は、初等教育が7年、前期中等教育が4年、 後期中等教育が2年、高等教育が3年の7から4から2から3世。義務教育は初等教育のみである。初等教育は2001年より無償化し、これにより就学率が大幅に向上した。現在、初等教育の就学率は97.3%である。前期中等教育は20.7%、後期中等教育は0.9%。 教育言語は、初等教育は、公用語である、スワヒリ語であるが、中等教育以降は、英語が、教育言語である。2002年のセンサスによれば、15歳以上の国民の、識字率は69.4%、男性、77.5%、女性、62.2%である。1999年には、GDP の2.2%が教育に支出された。 主な高等教育機関としては、ダルエスサラーム大学やソコイネ農業大学の名が挙げられる。タンザニアにおける2007年の HIV 感染者は、推計で約140万人であり、感染率は6.2%である。タンザニア人の平均寿命は52.01歳、男性50.56歳、女性53.51歳である。 うがりと呼ばれるトウモロコシの粉を練ったもの、または米が主食で、これにトマトベースのスープなどのおかずをつけて食べるのが一般的である。プランテンバナナやキャッサバ、チャパティなどを食べる地域もある。ポピュラー音楽においては、1980年代からダルエスサラームで発達したレゲエやヒップホップの影響を受けたボンゴフレーバー、20世紀前半に ザンジバルで発達したターラブや、その現代版のモダンターラブなどが存在する。1980年代には、ジャマイカ発祥のレゲエの反アフリカ主義のメッセージが、一定の力を持ち、タンザニア人ラスタファリアンが存在した。伝統音楽においては、親指ピアノ、ウンゴマなどが存在する。南部に居住するマコンデ人のシェタに、精霊をモチーフとした黒炭の彫刻は、 タンザニアの美術において特筆される。現代タンザニアを代表する画家ジョージ・リランガモシェタニをモチーフに絵画や彫刻を制作した。その他にタンザニアで発展を遂げたポップアートとしてエドワード・サイディ・ティンガ・ティンガが1960年代に大成したティンガ・ティンガ・破壊画の存在が挙げられる。タンザニア国内には ユネスコの世界遺産リストに登録された文化遺産が3件、自然遺産が4件存在する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。